はい、ワークショップの紹介です。ここがワークショップです。オーガナイズされたウォール、これがボトルストレージ、まあ部品が多いですね、道具も多いですね。グラインダー、デスクサンダー、カンナですね。これがワークテーブルです。ジグソーですね。丸のことセイバーソー、サンダー、この溝気になりますね。これはワークテーブルで作業した時のゴミ落としです。そのまま箱根箱に落とします。大変便利に使ってます。これがサイドテーブル兼集塵機です。ほぼ完成しましたテーブルソーです。これがジグソーテーブルです。デフォルトのテーブルソー、
こちらがトリマーのテープです。こちらもゴミ落としのを切ってます。囚人機です。サンダーボールガン、スライド丸の子、手前にゴミ箱がセットしてあります。バンドソーです。シンクです。これが部品やらビスやらが水道道具、電気道具、電気部品、水道部品、金物、チェーン、帳板、取っ手などなど サンプルを取り付けて一目で分かるようにしています。こちらが塗料のストック棚です。あそこにあるのがヒートガンですね。シンナー関係、まあ塗料の量は多いです。こちらもオーガナイズしたスプレー缶です。それよりも多いのがコーキングですね。これがコーキング棚になります。端材の合板ストックです。
天井は長物の材料のストックです。こちらは天井に金物のストックです。こちらもパイプやら金物のストックです。電線類のストック、これはコンプレッサーからのエアーです。木工切りですね。 L 型差し金定規類、こちらが鉄用の切りですね。赤はコンクリート用です。これがサイクロン集塵機です、ワークテーブル天板の下にはは手持ち道具が乱雑に入ってます。これはロールペーパーが入ってます。塗装を作業するときの養生のシートです。これが私のワークショップです。ワークショップ参照。
サンダー作業をする外のワークテープです。この井戸はイミテーションです。ワークショップの紹介でした。